選手に設置されたトンネル式のバウスラスタークローズアップサイドスラスターは船を横方向に動かすための動力装置である。節眼や離眼の際に使用することで時間や手間を省き安全を確保することを目的に比較的大きな船に装備されることが多い。サイドスラスターの目的は火事とスクリューだけでは実現できない、または実現に困難が伴う。 船に横方向の動きを与えることである。多くの船は船尾にスクリューを備え、さらにその後ろに舵を持つという構造になっている。船の進路変更は、航行中に舵を切りスクリューの水流が舵に当たって、横に曲げられる時の反力で、船体に回転力を与えることで実現される。そのため、スクリューを停止して、打力航行している場合やスクリューからの水流が弱い。 低速航行時には、火事の危機器が悪くなり、停戦時や制動中、後退時のようにスクリューを逆回転、または逆ピッチにして前向きに水流を作っている、場合には火事が全く効かなくなる。そのため多くの船では、港での接岸、離岸時に、小回りの効くタグボートなどの助力を必要とする。しかしタグボートでは、手配の手間やコストがかかり、これを省くためや、 タグボートの数を減らすためにサイドスラスターが使われる。サイドスラスターは横方向の推力を得る機構であり、スクルーと舵による通常の操船では不可能な動きを可能とする。構造や取り付け位置によって細分化される。基本的に低速時に使われるものであり、船が高速で通常航行をしている場合にはほとんど効果はない。多くのサイドスラスターは 船体の左右を貫通するトンネルを設け、その途中にプロペラを設置して、左右方向の水流を作り出すという構造になっている。この構造のものはトンネルスラスターなどと呼ばれる場合がある。プロペラの動力は多くの場合電気モーターである。船の主エンジンなどで発電した電力を使うものが多いが、小型船では電池駆動のものもある。 釣り用などの小型船舶の船首部分に後付けされる、電動の小さなプロペラを持つオートスパンカーは、風や水流による流れを防ぐ目的で用いられる、ものであり、スラスターとは区別される。サイドスラスター設置位置の喫水上に記される、マーク船は、一般に、船尾を舵によって、左右に振ることは可能だが、船首を左右に振ることはできない。そのため、サイドスラスターは、 選手側に設けることが多い。選手に設置したスラスターをバウスラスターと呼ぶ。船尾側は前進に伴って左右に振ることは可能だが、前進せずに左右に振ることはできない。そのため、船尾にもスラスターを設置する場合があり、その船尾に設置されたサイドスラスターはスターンスラスターと呼ぶ。選手、船尾の両方にスラスターを設置することもある。 両方に設置した場合、船は低速ながら、真横にも動くことができるようになる。またそれらのような、横方向への水力を発生せしむるスラスターを、総称して、サイドスラスターと呼ぶ。サイドスラスターが設置されている船では、設置されている部分の喫水線上に、円の中にスクリューを示すマークを描き、スラスターの存在位置を明示することが求められる。これは、小型船が、 サイドスラスターを使用中の船の速報を通行する場合に思わぬ水流を受けて事故が起きないようにするためである。節岸時に狭い湾内の桟橋や岸壁に大型船をつけるのは気象条件によっては大変な操船作業となる。湾内には小型船が行き海底が浅いため地船や他船の水流が予想外の動きを作り、風は船体を風下側に押す。 船は多くの場合、左舷側を岸につけなければ不便であり、選手や船尾にランプウェイを持つフェリーでは、L 字型の万壁の最も奥につけなければならない。こういった場合に、サイドスラスターがあれば、接岸作業はかなり時間と手間が削減できる。離岸時には、接岸時ほどサイドスラスターを必要としない。通常、船は、選手側のモヤイロープを外して、船尾側だけが、 岩壁に繋がれた状態で、舵を騎士とは反対に切って、スクリューを微速前進回転させれば選手が、ゆっくりと騎士から離れるので、選手が十分に騎士から遠ざかった後は、船尾側の模様も解い,いて、微速前進する。多くの船はこの操船法で足りるが、サイドスラスターがあれば、より離岸作業は迅速になる。船尾側は、舵とスクリューで速報の力が作れるが、 選手側はその手段がない。このため、サイドスラスターでも、船尾側のスターンスラスターだけ備える船は皆無で、あるが、選手側のワウスラスターだけを備える船は多い。サイドスラスターは、基本的に船舶に、横方向の運動能力を与えるためのものである。フェリー、クルーズ客船、軍艦などに広く採用されている。サイドスラスターは、港内での接岸時に時間と、手間。 コストを削減できるだけでなく、上部構造物の大きな船では、強風時の操船が困難であるため、安全のためにも備えている船は多い。クルーズ客船では、サイドスラスターを多数備えることで、他船のように岸壁を目前にして何分もかけて、ゆっくりと近づき、乗客をイライラさせることがないようにしている船もある。少ない人員で接岸を行う必要があり、それほど、 広くないマリーナ内での変更を行う機会も多い、プレジャーボートにも装備されており、30フィート以上のクラスには多く見られる。中には、バウトスターン両方のスラスターを備えるものもあり、これらは平行移動に加え、各々を逆向きに使うことで、その場での変更も可能である。近年この手の機能は、ゼウスや IPS などに代表される、 ジョイスティックによるコンピュータ制御のアジマススラスターにとって変わられつつあるが一軸定にはこれらのシステムが使えないことや中高速域での操船に違和感を持つユーザーも多いことから従来型ドライブとスラスターの組み合わせがすぐに置き換えられる可能性は低い AB 中止そのくを海のパイロット物語生山道書店2002年1月28日初版 ISBN4 から425946510。池田義保内航客船とカーフェリー生産道、書店、2008年7月18日、新定初版。ISBN9 兆7844億2577万724。ありがとうございます。